こんばんは、五十嵐玲です。日曜日の中京競馬場で開催されるチャンピオンズカップも楽しみですが、土曜日のメインレース金虎賞もかなり豪華なメンバーが揃いました。左回りにこだわった予想をお届けしたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。本命にしたのはクラレントです。前走が初距離となった 2000m 戦の天皇賞で6着に好走、血統的にも長距離適性の高いダンスインザダーク3区なので、今回のメンバーと左回りの中京コースならチャンスがあると見て本命に選びました。左回りの重賞5勝馬が中距離でも活躍の場を広げるきっかけとなるレースとなるかもしれません。対抗にはベルーフです。菊花賞6着やフルーマ相手に戦った小倉記念の2着など、実力的には重賞クラスでも通用する3歳馬。左回りの経験は一度しかないのですが、デビュー2戦目の東京コースでルージュバックと戦っても2着なら左回りの適性は問題なくこなしてくれそうです。3番手にはリサイファです。今回のメンバーで距離適性が最も高い馬、札幌記念を優勝したようにスタミナを要するのを苦にしないタイプで、中日新聞杯を優勝しているので中京コースも問題なさそうです。今回のメンバーで全てにおいて適性が高いのはこの馬だと思います。そしてミトラです。粘り強いレースができるのが魅力の馬。ここ3戦は安定したレース内容なので、展開がハマった時の一発があるかもしれません。それからサトノノブレスです。前走のアルゼンチン共和国杯でようやく復活の兆しを感じる4着に好走したレース内容、もともとは G1 タイトルを期待されていた菊花賞2着馬なので、走れば不気味な穴馬となりそうです。去年のこのレースで2着だったのも気になるところですね。以上の5頭を3連複のボックス合計10点で今週は的中を狙いたいと思います。今週は中京競馬場から目が離せない週となりそうですね。日曜日の G1 のチャンピオンズカップの予想も今週は配信しておりますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。では今週も皆様のチャンネル登録をお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。